今日のゲストは大先輩です。私ちょっと緊張しておりますが、今日お迎えするのは今年デビュー40周年を迎えるこの方、中村雅俊さんです。中村です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いできるなんて思っていなかったですデビュー40周年そうですね、まるまる40年ですね。41年目に入ったって感じですね。そうか、ということは1974年デビュー。そうですね、学校の先生役でデビューしたんですよ。それが、ドラマ、はい、我ら青春。我ら青春ですね。この時はおいくつでしたか？そう、23ですね。23歳、いきなり主役でデビューというのは。そうですね、本当にあの時はラッキーでね、もう、まあ、文学座っていう劇団で研究生やってたんですけど、はい、まあ、あのオーディションみたいなのがあって、それで、まあ、学校の先生役を募集してるってんで、でプロデューサーが来て、でお前のこれお前のこれみたいな感じで何人か残されて、で、まあ、そのプロデューサーはあの太陽に吠えろっていう番組 のプロデューサーでもあったんで、あの太陽に吠えろ の証券のセリフを、オーディションみたいなまあ多分いろんな劇団とか事務所へ行って、その人はいろんな人を見つけようとしたんだと思うんで、まあワンドブゼムなんで割と気楽にいたら、あの10日くらいしたらちょっと呼ばれて、お前先生役に決まったとかっていうことで、すごいラッキーだったんですよ。へえ、文学座というとでも舞台の方を志してらっしゃったのか。そうですね、まあ最初そうですよ本当に、それで、まあ、研究生だったんで、まだあの劇団員にもなってない、もう下っ端だったんですけど、たまたまそういうテレビに出るっていうことになって、それでその一応デビューということで、まあ、ちょっと頑張ろうという。小さい頃から俳優に憧れてらっしゃったんですか？いや、そうではなくて、あの大学の時にその英会話のクラブにいたんですけど、その中のセクションで英語劇割るっていうセクションにいたんですよ。で英語で芝居をするっていうのやってたんだけど、まあ、親友と二人で、英語で喋って芝居するのはなんかねみたいな感じで、で二人で、あの日本語のやれるそういう文学座っていうところへ受けようっつって、それがきっかけなんですよ。だから芝居をやろうと思って、英語でお芝居っていうとシェイクスピアとかですか？じゃなくてね、割ともっとカジュアルなやつなんですよ。そんなセクションがあるっていうのは初めて知りました。あ、本当に？あのね4つくらいあるんですよ、英会話のクラブって。ディベートとスピーチとディスカッションとドラマって4つあって、まあ、そういう4つの手段で英語を習得しようみたいなね。で俺はほら、まあ宮城の田舎者なんで、まあなんかドラマっていうのやってみっかなみたいな感じでそれでちょっとその英語劇みたいなのをちょっとかじったら、英語よりもお芝居をするって方に興味を、まあもともと笑っちゃうんですけど外交官になろうと思ってたんですよ。そのそれで英語をやろうと思って。そうなんですね。なんで外交官に憧れたんですか？これはね、あの五木寛之さんっていう作家の方がいらっしゃるんですけど、あの人が俺ら若い時にその今のロシア、当時ソ連って言ってたんですけど、ソ連を舞台にするような小説を書いてたんですよ。あの青年は荒野を目指すとかね、サラダ息子はグレンタイとかね、なんかあって、なんとなくソ連ってどんな国なんだろうっていうのと、なんかあと外交官そこで働くみたいな、だからソ連の外交官になろうと、なんかその時はねあの田舎から出てきて、おら外交官なったわいみたいな感じでねいたんですけど、途中からちょっと自分のやりたいことが変わって、ちょっとお芝居をやってみようと思って、その文学座っていうその劇団に入ったんですよ。割とすぐにそういうオーディションがあってテレビ出ることになって、トントン拍子でしたねその時。いや本当にその自分の人生の中ではラッキーな時期ってのはそこのとこですね。で同時にそのドラマの挿入歌の触れ合いという曲を歌われて、俺はね、美羽さんはこの番組6代目でしょ、俺はねその先生役5代目だったんですよ、そうです。過去に、あのもう4人
あの夏木陽介さんとか龍来太さんとか、俺の前に村野武則さんが、はい、君は何を今ってみたいな、そういう歌をやるようなドラマで4代目で、俺5代目だったんですよ、はい。で、先生役の人は歌を出すって決まってたんですよ。で、もう、先生役は歌を出すってんで、はい、じゃあ中村お前、つって触れ合いを出したんですよ。歌を歌うとは、その時は。いやいや、もう、完璧オプションだったんですけど、びっくりしました、もう。そこから歌も、俳優も、両立してずっと続けられて。そうですね、両方やるようになって、もう40年経っちゃったみたいな。40年今、はい、丁寧に振り返りたいんですけれども、もう早送りでいいです。あの7月1日になんと、はい、15年ぶりのそうなんですオリジナルアルバムを出されます。ちょっと15年ぶりってのはびっくりして、オリジナルアルバムが15年ぶりだったんで、はい、その間にあのシングルとか出されていましたが、そうですね、そういうのありましたけど、15年かなり待ちましたね。本当ですよね。でも毎年ずっとコンサートツアーやってるんですよ。だから新曲とか、ね、あの新しめの曲がなくて、はい、失礼なやつですよね。それでずっと毎年ツアーをやってるっていうのもね。今回はその40年というきっかけで、うん、そうですね、一つには、あともう一つは、まあ、あのうちの宮城だけじゃなくて、はい、あの3年前に震災があって、ずっとあの被災地へをずっと訪ねる活動を長くしてるんで、その間にずっとコンサートに向けて自分で曲書いたり、震災並みの、はい、でそういうのもあったんで、まあ、今回40年ということもあるんですけど、ちょっと今までやってきたその震災についての自分の活動とか、そういういろんな考え方を含めて、あのそういうアルバムを作ろうと思って、だからほとんどそういう意味合いの歌ばっかしです、ね、歌詞を少し見せていただいて、とてもやっぱり隅々に、まあ、悲しみもあるんですが、笑顔や希望に向かっている歌詞が多いなと思っていたんですが、そうですね、このタイトルになっている忘れないという曲も中村さんが書かれて、ね、そうですね、まあこの震災があって、そこからどう生きていくかっていうのは、いろんな各自いろんなテーマがあると思うんですけど、はい、まあいくつかあるテーマの中で忘れないっていうか、あと忘れさせないっていうかね、まあどうしても風化していくのは自然のことなんで、それに対してこう咎めることできないんですけど、やっぱり少なくとも忘れないっていうこのことはやろうと思って、まあこれはキーワードにちょっとさせていただいたんですけどね。ではこの40周年記念のアルバムから、はい、君がいてくれたからお送りしています。この曲がアルバムのリードになっていますけれども、歌詞的にはあのとてもこう中村さんの感謝が詰まっているのかなと。そうですね、本当にあのまあまあ40年っていうこの時間の重みっていうか、すごくいろんな人に感謝したいっていうのがあって、はい、あの見事に松井五郎さんがちゃんと書いてくれまして、はい、もう感謝してます。坂本美優のディアフレンズ、今日は中村雅俊さんをお迎えしています。この後も引き続きお話を伺います。スタジオにはデビュー40周年を迎えられた中村雅俊さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。本当にあの日々のことに追われてますけれども、でも私もあの動物の活動を通して、はい、震災の影響のあった地区の方々とつながっていることができていて、そうすると本当にあの話すたびにこちらが勇気づけられてばっかりなんですよね。そうなんですよね、不思議とあの被災地行って被災者の方と話をすると、すごくあの皆さん前向きで、逆にあのこっちが勇気づけられるシーンがあったりなんかして、まあ多分笑顔も本当の心から来る笑顔じゃないような気もするんですけどね、まあそういう日が本当に近い将来あってほしいと思うんですけど、でもやっぱり笑顔を絶やさない、前向きとかそういうので
どん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 まあ前に進んでいこうというね、そういう努力は見られますよね、皆さん、本当に。だから聞いてあげたり、まあ、あとはなんか歌歌ったりして、その一瞬だけでもそういう自分の環境を忘れる、はい、そういうこともできたらいいなとかね、思ったりしてやってるんですけどね。またその直後と1年後と今3年後とっていうのでは、こう必要としている感情やものが全然違うなというふうに、ね、ありますよね。気づいたのはやっぱり一つ問題解決するとまた別の問題が起きたり、あとやっぱり3年くらい経つと、もう任せていたっていうものが任せらんないと、やっぱり自分たちの意識を変えようとかね、はい、自分たちがやんなきゃいけないみたいなね、そういうふうに思ってる人たちも多くて、あと同時にそのインフラ的なものはこう整備されていくんですけど、はい、こう心に負った傷みたいなね、爪痕みたいなのをどうやってやっていくのかな、傷跡をね、やっていくかっていうのはすごく大きい問題だなと思って。そうですね、中村さんが引き続き通い続けてらっしゃる意味もそこにあるのではないかなと思います。この15年ぶりのアルバム忘れないなんですけれども、はい、他にもいろいろな曲が収録されていて、予定宮城に帰ったら、はい、これは柳井道彦さんの、そうですそうです、やってらっしゃるプロデュースで、シリーズでいろんな方が歌ってらっしゃいますよね。それぞれの県出身の人が、はい、だから福島秋田もあるし、うん、宮城もあるし、もう東北全部ですね、ほとんど。そうですよね、それを工藤官九郎さんと共演されています、そうですね。なんか面白いでしょ、二人でやってるとね、その土地土地のあれが気になるんですけれども、宮城に帰ったらわけわかんないこと言葉あるでしょベニーランドで遊ぶってなんです、もう宮城のディズニーランドってそうなんだ、あと国分町はですね、国分町で遊ぶ繁華街ですよそうです、もう皆さんが憧れてる、あと織田相撲っ子って出てくるんですけど、そう、これも気になりました。これはね、ひょうきんなやつのことをね、うん、宮城弁で織田相撲っ子って言うんですよ、まあ工藤さんと二人で自分の歌うところは自分で詩を作ろうと、っていう感じでね。いやでもこれが今例えばラジオでね流れてきたら嬉しいですよね。そうですね、うん、意外とねライブでやると感動するんですよ、うん、最後エンディングの時にの宮城県とか気仙沼仙台とかって叫ぶんですけど、はい、結構これが心を打つみたいで、みんなチーンとしてますね。そうなんですね、今度のツアーでも披露されるんでしょうか、もうきっとやるんでしょうね。ねえー、そして花になろうという曲があるんですけれども、はい、これは学校の校歌、校歌なんですよ。ですよね。まあ松島近辺の小学校なんですけど、うん、やっぱり震災で校舎が潰れてしまって、うん、で2つの小学校が統合することになって、はい、まあ、当然もともとどっちも校歌あるんですけど、うん、2つが1つになったんで新しくしなきゃいけないっていうことで、はい、なぜか俺が作ることになって。そうなんですね、出身校とかではなくてじゃないんですよ。でその松井五郎さんと一緒に行って、うん、鳴瀬川っていうね川がすぐ近くに流れてて、鳴瀬川、それから鳴瀬大岡小学校という桜の花とか、そうですね、綺麗な名前で、最後にコーラスで、うん、その生徒たちが歌ってくれてるんですよ。そうなんですね、300名くらいです。なんかとても歌ってても感動的で、はい、本当にしみじみと作ってよかったなと思った曲ですね。これからだって何十年もずっと歌い継がれるわけですもんね。そうですよね、うん、それ考えるともっといい曲だったらよかったのかなという、これは東松島市立鳴瀬大岡小学校の校歌になっています。そこの子供たちも一緒に歌っているんですね。中村雅俊さん、この忘れない40周年のアルバム、
思ってコンサートツアーに回られます。9月の27日東京葛飾を皮切りに石巻、地元ですね、仙台はもちろん大宮、新潟、愛知、そして12月の6日は東京中野サンプラザ、最終日は23日大阪梅田芸術劇場になります。長いツアーですね。そうですね、うん、まあ毎年ツアーやってるんで、はい、まあ何歌おうかとかね、まあ結構大変なんですけど、またそれも楽しみで、今回はね15年ぶりの本当ですよね、オリジナルソングもあるので、なんか曲もほら新たに書いたやつなんかもあるじゃないですか、はい、やっぱりなんかこの愛おしいっていうかね、うん、人の曲を歌うのとまたちょっと違うし、はい、今回はちょっと力入れて、まあ、いつもやってるんですけどちょっと頑張ろうかなと思いますんで、はい、楽しみですね、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、お話できて嬉しかったです。そうそう、坂本美優のディアフレンズ、今日は中村雅俊さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。